ああ、ここもエレベーターと設置工事行われるみたいですね。この看板、令和2年3月19日設置工事は、あ、これだいぶ遅れてるんだね。去年の11月遅れてるというか進んでるのかよくわかんないけど、もうすでに始まってるようですね。バリアフリーの時代、まあ小学校もエレベーターやっぱり必要なんですよね。